ラビラチュレ植物園のチュレの共像、ギュスターブチュレは、フランスの植物学者である。と、ラビラチュレ植物園の創立者である。パリに生まれた。なんとの直霊が廃止された後、オランダに逃れたユグノーの家系である。母親はイギリスで育ち、英語が最初に学んだ言語で、修正、イギリスに強い愛着を持っていた。はじめ法律を学ぶが、 アマチュア音楽家として活動し、音楽仲間から植物学への興味のきっかけを得た。植物採集から始まり、植物学者のジョーセフ・ドケーヌに学び、ドケーヌから海藻の研究をすることを勧められた。役人としては、フランス大使・ポントワに随行し、二度、オスマン帝国を訪れ、しばらく領事官報を務めた。短い外交官生活ではあったが、 中東の植物に関する研究を得た。1841年に、チュレは、シリア、エジプトを経由して、フランスに戻った。1840年に、シャジク藻類に関する論文ノーツシュールプルミエル、アントハーで、チャライレアナマルコルズチャ、エルレンフェルムを執筆し、藻類の生死が運動することを詳細に記述した。役人を辞め、 ランティーの父親の別荘で研究に専念した。藻類などの郵送し生細法の研究で業績を上げた。1857年まで大部分の時間をフランスの大西洋岸で過ごし、海藻の観察を行い、ジョセフ・ドケーヌと共に藻類学のオーソリティとなった。著書に植物の受精を研究したフコッチがあり、ドケーヌと 京著でフローレディの優勢生殖の研究も行った。ノーツ・アルガラジックスとエチュード・ファイ・ヒャラジックスは没後に出版された。ジュレの著作の図版は植物画家のアルフレット・リオクリューが描いた。1857年に地中海沿岸のアンティーブに研究の拠点を移し、自邸内に各地から珍しい植物を集め、没後帝は政府に寄付されど、ラビラチュレ植物園となった。 この植物園は後にフランス国立農学研究所の研究施設となった。ザーは植物の学名で命名者を示す場合にギュスターブ・チュレを示すのに使われる。ありがとうございます。